どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、また行きますね。このね、もう皆さんこれ大体分かってきてくれた、このウクレレのね、クラウドファンディングを今度5月やろうと思うんですけれども、実は前回、大阪にこのウクレレ試し弾きしてもらおうと思って、こっそり隠れて、いきなりサプライズで、大阪の方にいろいろ弾いてもらって、触ってもらって、このウクレレどうか、すごい大好評だったんですけど、その時の動画ここに貼っとくんで、ちょっと見に行ってみてもらえますか。で、それ大阪だったんで、今回東京でね、ガズレレやってる面白い人たちが集まってるっていう情報を聞きつけてですね、またウクレレ持ってて思想会を開催しました。東京の人たちのリアクションもさあどうだったでしょうか。このウクレレね、よく言ってるんですけど、これいいんですよ。職人さんが一本一本手作り、しかもこれベトナムで作ってるんですけど、全部最後の最後まで見てるのは日本人の熟練の職人さん、もじゃくん、川上くんという方がもう責任持ってこの最終工程をやっている。すごくこういい感じ、全部無垢ですからね。無垢っていうのは要は単板ですね。これを皆さんに試し、ていただいた、ドキュメントをご覧になってください。どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、都内某所でこのベトナムウクレレのお試し弾き会を開催中。この方たちはですね、このウクレレをですね、もう本当にハマっちゃってですね、なんか好きですよね。そんな人たちが集まってるところにもうガズも参入しましてですね、これですよ。これがそのベトナムで作ってるやつで、1号機2号機なんですけど、まあこれはね、ここにプロのピンポギターのトシちゃんがトシさんがちょっとなんかちょっとせっかくですから弾けるかな。ちょっとちっちゃいの慣れてないんじゃない。ちょっと座りにしなくて大丈夫。見てくださいよ。音がさ、軽やかっていうよりちょっとなんていうのかな、こんまりしてるようなイメージなのかな。お、いいですね。おお、ありがとうございます。よろしくお願いします。どうですか。あ、でもなんかすごい柔らかい、ね、柔らかいですね。すごい柔らかい。マークが、ね、あってね、ここに赤がついてるのとついてないのがあって、まあその個体差もあるからね。でこの人数でもウクレレ3本しかないからもうすいませんね。ちょっと触った触れてる。すごい。ちょっと原稿は低いでしょ。うん、そうどうですかチロルさん。いいっすね。すげえ、また楽しいよ。でもね、いや柔らかいから、ね、うん、なんかすごい。でコンサートでしたっけいつもは。で僕はソプラノ。そうかそう、ソプラノ。ちっちゃいの好きなの。うんうん、そう。これピックアップつくといいな。あ、やっぱピックアップ付きが。だそういうのもね、いろいろね、そうなんで、ピックアップつく、まあ、もう、はい、とってもかっこよくて、触れば触るほど、新しい発見というんですかね。はい、原稿が低い、原稿も低いテレビショッピング的になってるこういうのもまたいいんですよ。音も可愛いし、はい、原稿低い、はい、原稿低いよこれもほこそ丸くなって、うん、そうそう丸くね、はい、これなんか結構ね、ね買いますこれねすごいですよね、本当ね。もう一個のやつと音違いますね。違うやっぱり ね全然。でこれをさ100本作ったらやっぱね全然違うんですよ。やっぱり部位も違うしさ、だからそれをやっぱなるべく均一に、まあ、していくのがいいと思うんだけど、これやっぱりこの12フレットでこう割り切ってるっていうのは、そう、歌やっぱ専門、歌専門だし、今ね、ちなみにここさ、こうなってるの結構珍しくないですか。そうですね、ここ弾きやすいかなと思って、こう、ここがかっこいいと思う。でここでなんか邪魔じゃんって話で、ここは結構ポイントかなと。でもうね、にわかに分かると思うけど、これツヤがマットっていうか、ツヤピカピカじゃないですよ。だけど弾いてるとこれピカピカになってくるんですよ。アリアのウクレレもそうだけど、あれがこう育ててる感がいいかなみたいな感じで、そうなんですよ。でこっちの方はもうピカピカなってるでしょ。なってる。そう、やっぱり弾いてるとピカピカなってる。そうなんだ。コンサートとテナ。いやー、持ちやすいんですよ。触った感じが、なんか
丸っぽいっていうか、なんかソフトな肌触り、うん、で、あとここもこのカーブがすごいちょっとデザインが可愛くなってて、で、ここも木です。そうそう、ここ、ね、木です、ね。ポジションマークもね、木なんですよ。これそう見えないかもしれない。ここね、すごいどこなかなかない素敵な滑らかで、さっきちょっと弾いてみたら、うん、すごい響くし、これね、なんか女性らしい音みたいな。うん、いいこと言うな。すごい、うん、私すごいこの音好きで、そう YouTube 見た時から。おすすめです。いやそういう髪の毛いや本当にねすっごい素敵でしょう、この色色がとにかくいいでしょ、これね、とってもいいの、マットな感じがねすごくいいんですよ。あとペグがやっぱり何だったってね、これね、こうならないかもしれないけど、とっても可愛いです。もう好き、もうこれ好き、ね、ペグ、ちょっと考えます、これで聞いてみましょうか。聞いてみましょう。シレッといいですね、いいですね。どうですか、いい音しますね。優しい音、通ってる。おすすめそう、インスタ映えがすごい、うん、だからちょっと映り込んだ時もおしゃれだし、これ太陽の下で見たらまたね、よく大阪行った時にやっぱね、太陽の下全然違う。やっぱりここも一緒の素材だから、なんか全体的に雰囲気がまとまった感じがして、あの色も木の感じもすごく良くて、やっぱすごい響く。あと原稿がね、まあ、低い。そう、やっぱり低いから多分子供でも全然すぐ抑えられるのかなと。やっぱちょっと3000円のウクレレだと原稿が高くて、まあ、子供たちがなんかやっぱ抑えづらいみたいで、いつも私のを貸して最初は慣れさせてっていう感じでやってるんですけど、あの、私いつも始める人にね、もういくらのでも楽しさは一緒だから。あ、まあそうだよね、基本はそうよ、ね、本当ね、なんか本当私3000円ぐらいでいいよとか、まあ1万円ぐらいとか、そこそこでいいよって言ったけど、でもやっぱりね、ちょっとやってるとやっぱりいい音が欲しくなる。そこそこだから、初心者の人はこれはやっぱちょっと高いと思うけど、やったらね、次の一本欲しくなるわけで、そしたらこれいいですよね。憧れの短板のが、まあ、手に届くお値段で、そう、しかも、ね、手で作ってる短板で、ね、その工場でさ、バンバン出てくるもんじゃないから、うん、私もね、ガズさんの寸前にベトナム行きましたけど、すごくあそこの国が、うん、あそう、俺もね、ハマっちゃった。そうですよね、なんかあそこでなんか丁寧に作られてると思ったら、あの、いいな、ベトナム製買ってあげたいと私は思います、ね、ありがとうございます。で、最初からストラップピンがついてて嬉しいよね。やっぱりあんまり高いのだとね、自分であのこの勇気がないので、そうなんです。これ、はい、これおすすめいやー、このつやいやー、なんか思わず頬ずりしたくなるような、素敵ですね、この可愛らしいフォルム。じゃあ音をちょっとやってみましょうかね。やってみましょう、やってみましょう。やりすぎだろ、ちょっと。いや、いい音だな、癒されますね、これはね。やっぱりこの爪で弾くんですね。あ、私ね、そうなんですよ、フラメンコ弾いてるのでね、結構爪を弾いたりとかするのでね、結構弾いたり、弾いても結構かっこいい音が、ね、出るのでおすすめですこれでも本当に弦高が低くて弾きやすくて、私もあの今3000いくらの使ってるんですけど、それがまあ間違いないやつですよね。ここにこう叩いた時の音がすごい、これそうです。これをやった時のよくあの最近僕がやるのでレゲエビートをやると、この音が結構響くんですよ。座ろう。そう、ガホン代わり、ギターとかだとすごくいい音が出る。そうなのよ、あれおすすめおすすめいただきました。これにはね、持った瞬間にもこの丸みがすごく体にフィットっていうか、この馴染みがすごくいいなと思って、うん、あと弾いてみた時にやっぱこの弦高、ね、やっぱ低いから、うん、弾きやすい。子供にさ、が抑えやすいぐらいのいいよね、弾きやすく。安いのばっかりで、割と弦高高めのだったから、うん、ほんとちょっとそこにもすごい感激して、はいはいはい、上のランクのちょっと欲しいなと思ってたから、もう楽しみに待ってます。おすすめだってここ勝負が隣ですもん。スライドでお勝負引いちゃったの、これ私の見てるウク
レレではこんな響きなんですよ。美しい声だね。今日こんな声ですね。いやいやいや。だからすごいこれ初めての人でもきっと弾きやすいと思います。あとは何でしょう、この手の小さな私でも楽にこう押さえられる。握りのね、このグリップがね、結構だ、薄すぎてもね、なんかで、ね、押さえづらいよね。あとバランス。はいはいはい。実はここが薄くても結構バランスが悪いとすごく弾きにくいので、もうちょっとこれ軽くなるって、ね、さらにこれより 20% 軽くなる。軽量ですね。あ、そう、 20%? 相当軽くなる。木を変えるんですよ、ここ。全部ダイエットしちゃう。じゃあもっとこれからどんどん良くなっていくってことですね。そうそうそう、絶対買います。あ、そう、ありがとうございます。私はすごいデザインが素晴らしいなと思って、この縁取りと、そう、ね、あと何気にこのここが好き。そうですね、ワンポイントね。なんかちょっと動物の尻尾みたいな。そうね、確かに。あとね、大阪の人が言ってるのは、ここの色とここの色がマッチしてるからすごくいいって言ってた。そっか、なんか違うなと思ったのに。いいです。ただ木材のね、やっぱね、いい木材がちゃんと定期的にあるっていうのは結構、うんうん、そうで、やっぱりさっきも言ってたけど、ここが抑えやすいから、子供、今本当子供が使うのが増えてきてる、うん、そうだね、そう、子供の方がいいの使った方がいいんですよ、うん、だけど子供には3000ってなっちゃうから。そうなんです。そう、でもね、そう、致し方ないよね、私も本当に今いいのを探してたので、うん、10万出さなくてもね、うん、もうちょっと待って、もうちょっと待ちます、うんうん、絶対買います。ありがとうございます。本当みんな素晴らしいコメントをいただきまして、いやでも概ねいい評価で、はい、ありがとうございます。そういうわけで、都内某所で、潜入して、思想会今やってますけど、もう話してくれないもん。はい、そういうわけで、一応盛り上げて、これからもちょっとまだ今からまたジャガジャガやっていきたいと思いますんで、じゃあひとまずさようなら。みんな、クラウドファンディングは2019年5月に始まる予定ですからね、いろいろ山ほどこうバリエーションがあるんで、よろしくお願いします。さようなら。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりおおむねいいですね。優しいとか、こうまろやかとか、弾きやすい、抑えやすい、子供にもいい。こんな嬉しい声をたくさんいただいております。皆さん、クラウドファンディング公開間近ですよ。ここは引き続きチェックしといてくださいね。ガズレレの新しいウクレレ、ベトナムで作ってる、もう高品質のウクレレ。あ、楽しいです。皆さんもぜひ手に取っていただきたいと思います。今回はそんな動画でした。またこんな企画、どんどんね、この YouTube 内でもやっていく予定ですから、皆さんフォローしてください。よろしくお願いします。あ、チャンネル登録もお願いしますね。で、ガズレレホームページ、ここにリンク貼っておきます。ホームページを見るといろんなこと書いてありますんで、とにかくちょっと覗いてみてください。よろしくお願いします。引き続きガズレレ YouTube、よろしくお願いします。楽しく音楽やろう。さよなら。